2023年最新版韓国人気女優高身長170センチ以上27名。今回は最新の人気女優の170センチ以上高身長の方27名を発表していきます。生年月日や身長は2023年最新版のスター名鑑より抜粋しております。何卒ご了承ください。エンタメポンポコリン804。では早速見ていきましょう。イダヘ、生年月日1984年4月19日生まれ、身長170センチ。1年ミスチュンニャンに選ばれて芸能界デビュー。グリーンローズやチュノで悲恋を貫くヒロインを演じて高い評価を得ました。ジョン・ソミン、生年月日1986年4月7日生まれ、身長170センチ。高校2年生でデビュー。13年のドラマオーロラ姫でヒロイン役を射止め、 MBC 演技大賞新人賞を受賞する。ハン・ヒョジュ、生年月日1987年2月22日生まれ、身長170センチ。4年のノンストップ5で女優デビュー。6年の春のワルツで主演を射止め、一躍脚光を浴びる。9年にヒロインを演じた華麗なる遺産は最高視聴率 47% を記録する大ヒット作に。イナヨン、生年月日1979年2月22日生まれ、身長170センチ。99年長渕剛主演の日本映画エイジで女優デビュー。同年のドラマ愛の群像で広く知られるようになる。15年5月に俳優ウォンビンと極秘結婚をする。ワン・ビンナ、生年月日1981年4月15日生まれ、身長170センチ。1年にドラマ新しいお母さんでデビュー。ヒロインのライバル役が多かったが、ママはシンデレラでは一家の再興に奮闘するヒロインを好演した。キム・ヘス、生年月日1970年9月5日生まれ、身長170センチ。中学からモデルとして活動を始める。86年に映画カルボで女優としてデビュー。16年の名作ドラマシグナルでは未解決事件専門チームでリーダーを務める優秀な刑事役を熱演し、ペクサン芸術大賞最優秀演技賞を獲得。ユニセフ親善大使としても活動していました。ソジヘ、生年月日1984年8月24日生まれ、身長170センチ。3年にオールインでドラマデビュー。愛の不時着でヒョンビンの婚約者で財閥令嬢の男役を気高く演じ一躍ブレイク。詐欺師スンジュンとの悲恋も話題を呼んだ。イヨウォン、生年月日1980年4月9日生まれ、身長170センチ。97年にモデルデビュー。ヒロインのドンマン役を演じた孫独女王でアジア圏の人気が急上昇した。バイでの異女役も印象深い。キムソナ、生年月日1973年10月1日生まれ、身長170センチ。96年に化粧品の CM で芸能界デビューを果たす。私の名前はキムサムスンで大ブレイクし、アジア各国でも人気が爆発。同作品で MBC 演技大賞を受賞する。チャン・ヒジン、生年月日1983年5月9日生まれ、身長170センチ。大学在学中の3年から雑誌や CM モデルとして活躍。4年から女優として活動。アチアラの秘密では謎めいたヘジン役を好演。19年のバベルでは財閥に嫁ぎ人生を狂わされるヒロインを好演。キム・ダミ、生年月日1995年4月9日生まれ、身長170センチ。18年に主演したザ・ウィッチ魔女で一躍脚光を浴び、各映画祭で主演女優賞新人賞を総なめにする。ドラマ初出演となった20年のイテモンクラスでヒロインのチョン・イソ役に抜擢される。彼女は村上春樹作品のファンで全作品読破している。パク・シヨン、生年月日1979年3月29日生まれ、身長170センチ。2000年のミス・コリア選抜大会を機に芸能界に進出する。20年はドラマ火曜年下に出演。
ペデュナン。生年月日1979年10月11日生まれ。身長171センチ。98年にファッションモデルとしてデビュー。舞台女優の母の影響で演技に関心を持ち、99年ドラマ「学校」で女優業に進出。1年の映画「子猫お願い」の手秘役で数々の賞を受賞すると、近年は映画女優として活躍。日本そして米国でも活躍を広げる。7、生年月日1991年9月14日生まれ、身長171センチ。9年にガールズグループアフタースクールのメンバーに加入。以前はモデルとしてファッション誌などにも登場していた。16年に出演したドラマグッドワイフ彼女の決断で俳優部門新人賞を受賞。ゆい、生年月日1988年4月9日生まれ、身長171センチ。9年アフタースクールのメンバーとしてデビューする。超うち、ホグの愛、上流社会、結婚契約など多彩な役をこなしている。コン・ヒョジン、生年月日1980年4月4日生まれ、身長172センチ。高校在学中からモデルとして活動開始。99年、少女たちの遺言で女優としてデビュー。パスタ、最高の愛、主君の太陽、大丈夫愛だ、など数々のヒット作で人気を集める。22年4月に10歳年下の歌手、ケビンオとの交際を認め、10月にはニューヨークで結婚式を挙げた。チェヨジン、生年月日1983年7月27日生まれ、身長172センチ。1年のスーパーエリートモデルアメリカ選抜大会を機にカナダから帰国し、モデルや女優の活動を開始。ごめん愛してるでソジソプ演じる主人公を捨てた元恋人ジオン役で一躍脚光を浴びた。ファン・ソクチョン、生年月日1971年2月2日生まれ、身長172センチ。韓国芸術総合学校を卒業後、劇団に所属して俳優の活動をスタートさせた。1年ペデュナ主演の映画「子猫お願い」でスクリーンデビュー。14年のミセンで知名度と人気が一気にアップ。イ・ソンギョン、生年月日1990年8月10日生まれ、身長173センチ。8年スーパーモデル選抜大会で入賞しモデルデビュー。14年の大丈夫愛だで女優デビューし、15年女王の花でヒロインの娘役に大抜擢。貧しさに負けない女性を熱演し、 MBC 演技大賞優秀演技賞を受賞。女優としての地位も確立した。イハニ、生年月日1983年3月2日生まれ、身長173センチ。体重が70キロ超えの時期を経て、7年ミスユニバースで4位に入賞し、9年にパートナーでデビューを果たす。21年のワンダーウーマンでは財閥の嫁と女性検事の一人二役に挑戦した。コジュニ、生年月日1985年8月31日生まれ、身長173センチ。1年学生服のモデル選抜大会の金賞に選ばれ、大手事務所で芝居を始めた。3年にドラマ「僕は走る」でデビュー。20年には YouTube チャンネルを開設し、新たな一面を見せている。シン・ヘソン、生年月日1989年8月31日生まれ、身長173センチ。秋の動画でウォンビンのファンになり、演技者への憧れを抱くように。8年に舞台で活動をスタート。19年のただ一つの愛では、通念した天才バレリーナ役を熱演。繊細な演技を見せて KBS 演技大賞最優秀演技賞、共演のキム・ミョンスとベストカップル賞も受賞した。イ・ジョンソクとカン・ハヌルとは高校の同級生である。チョン・ジヒョン、生年月日1981年10月30日生まれ、身長173センチ。99年ハッピートゥゲザーで注目を集め、1年の映画「猟奇的な彼女」は日本でもヒット。13年の星から来たあなたで14年ぶりにドラマ復帰し、コメディアンヌの実力を発揮。 SBS 演技大賞の大賞を受賞。相手役のキム・スヒョンさんとベストカップル賞も受賞。チェ・ジウ、生年月日1975年6月11日生まれ、身長174センチ。94年にデビュー。96年の初恋で注目を集め、美しき日々、冬のソナタなど人気ドラマでヒロインを務めて、涙の女王と呼ばれる。
14年の誘惑では天国の階段以来11年ぶりにフォン・サウンと共演し話題に。これらのドラマは日本でもヒット。ハン・ゴウン、生年月日1975年3月10日生まれ、身長174センチ。モデル選抜大会を機に芸能界入り、98年に映画デビューを果たす。6年の愛と野望キム・ミジャ役で評価を得た。ピョン・ジョンス、生年月日1974年4月15日、身長174センチ、モデルとしてデビュー、現在もファッションアイコンとして多くの女性から支持されている。サバサバした人物をコミカルに演じることが多い。そして最後、スヒョン、生年月日1985年1月25日生まれ、身長177センチ、6年のドラマ「ゲームの女王」でデビューを果たす。14年からは米国で活動スタートをさせる。15年にハリウッド映画「アベンジャーズ」に出演し注目された。はい、皆さん27名の女優陣をご紹介させていただきました。もう私からしますと、背は高く美人、そして演技も素晴らしいときて、本当に天は二物も三物もお与えになられたのだと羨ましいです。動画を作りながら自分磨きしなくちゃ、そんな思いにさせていただきました。ご視聴いただきましてありがとうございます。ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。